はい、こんばんは。こんにちは。エルダースクロールオンライン。買っちゃいました。あとね、キャラクターもいろいろ作りました。これがね、ハイエルフですね。ファーストのキャラクターは、ウッドエルフ。一番背が低くて、隠密行動に特化した森の住人。まあ、弓をね、主軸に使っていきたいと思います。そんなこと思いながら、最初初期武器ではね、ソードと、トゥーハンド、メイス、あと、氷杖みたいなね、そんなやつしかなかったんですけど、出た瞬間ね、外に出た瞬間に、いきなり弓拾いました。もうこれ装備していくしかないっしょみたいな感じでね。一番、どうなのかな、まだ裸足ですけどね。で、セカンド、ソーサラー。これね、ハイエルフですね。結構ね、ヘルメットかぶっちゃってるんで分かんないんですけど、結構可愛く作れてます。で、サード。ドラゴンナイト。カジートですね。これがまたかっこいいんすよ、みたいなね。これは本当に両手武器を装備して、やっていきたいと思います。あと、フォースですね。これがノルドですね。結構お尻大きくね、作っちゃってね。後ろ姿が結構いい感じなんですよ。顔もかなり美人さんにね、完成しています。なんで今回はね、オープニングとフィフスキャラクターのキャラエディットをしていきたいと思います。とりあえずこの全部のキャラクターがそのプリズンから出たところで止まってるんですよね。じゃあ早速ね、オープニング再生したいと思います。The storm is coming. The scent of war swells in the air. As the imperial throne lies empty.The fate of all Tamriel rests on the strength of a common prisoner's soul. Evil awakens. A long-banished foe stirs. Those who would destroy Tamriel seek out dangers to their dark plot.So death's long arm reaches out. It is the 582nd year of the Second Era. The drums of war are sounding. This is where our journey begins.はい、これがオープニングですね。この後にキャラクターエディットに入るんですよね。ほいじゃ、キャラクターエディット、フィフスキャラクター作っていきたいと思います。トカゲでかっこよく作れるのか。トカゲさんのエディットですね。ダードラゴンナイト、ソーサラー。ナイトブレード。ああ、こいつも。ソーサラーかな。ソーサラーでね。セカンドのハイエルフがいるんですけど、これはこれで、
高身長で、めっちゃトカゲじゃんみたいなね。ちょっとマイルドにしましょうか。これだとあからさまに爬虫類系なんちゃうね。ちょっとね、ちょっとマイルドに。でボディメイキング、ちょっと裸にしましょう。ノーギア、オーマイゴーシュ、ちょっとグロテスクですね。でもしここで女性に変えたらどうなんだろう。あ、このまま引き継がれるのね。男性でボディメイキングね。じゃん、いろいろパターンがあるんですね。トカゲっすわ。これが無難に。でもちょっとね、あれですね。じゃん。これかっこいいじゃん。これにしましょう。鎖骨っていうかね、取るそうですね。いいね。チェスト。もりもり。お腹ですね。お腹ちょっと閉まってるのがいいよね。で、ウエスト。ウエストも閉まってるね。アーム。トカゲならではのね、ちょっともりもりで。そこさらなんだけど、もりもりで。手も大きくね。うん、よし、お尻のサイズ。ちょっと後ろ見て、見して。お尻のサイズ。やっぱトカゲ的に V が大きくしたいですね。やっぱお尻大きく。フットサイズ。やっぱこれもね、めちゃビッグに。で、これで体のメイキングが終わりましたね。あと顔ですね。じゃん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 。ちょっとソフトにしましょうね。ちょっと優しい感じで。とか言っときながら。とか言っときながら。エングル。エングル。動かなくなった。ちょっと待って。よいしょ。オッケー。綱がすごいね。ボイスはちょっとね、エッチ。エッチにしとこう。ヘアスタイル、これがトカゲ独特のヘアスタイルっていうか角の種類ですね。お、これなんかあのねえ、ドラクエのドラゴンガイア的な。で、ピアスとかじゃなくて、ここ、リングを挟むんですよね。顔いいじゃん。可愛いって言ったら怒られるけど。素敵ですよ。トカゲもいいね。Oh my gosh! おぉ、すごい。ゴージャス。ちょっと待って、これを角度変えてみたいな。おぉ、なるほど。すごいすごい。これはツインテール。はあ、すごいね。これでいこう。で、ヒアカラーブラック、ブラックボーン。いいじゃん。エイジ。あ、年取ったら白くなっちゃうのね。みたいなね。この辺にしときますか。ああ、これね。これは、ヘアスタイルの色に反映されるってことですね。エレメント。
Oh yeah. すごいね。なんか一本グニュって顎に欲しいね。おお、ゴージャス。なんか2個前、これ。鼻はいらないな。まあいいじゃん、これにしとこう。で、次はヘッドメイキング。マーキング。いろいろあるね。オーマイガーシュ。Why? みたいな。うん。Oh my gosh. まあこの辺にしときましょうか。The face. おでこですね。トカゲっぽく。よりトカゲっぽく。Cheekbone. Cheekbone サイズね。これでかくなったらどうなんだろう。ああ、いいね。これはこれでいいね。ジャウルサイズ。ああ、これはちょっと少なめがいいな。この辺にしときますか。チンサイズ。成熟したって感じでいいじゃん。顎を大きめるね。チンヘイト。ああ、ヘンサムじゃん。ネックサイズ。操作なんだけど首太い的だね。いや、やっぱ細くしよう。この辺に操作らっぽい感じで。腕とかは節々は太いんだけど、首はちょっとね、細いよみたいなね。はい。赤でいいじゃん。OK。アイサイズ。おっきめに。いいね。で、アンゴー。アンゴー。アンゴー。アンゴーがこっちの方来ると優しい感じ。違うね。アンガーだね。ソフトですね、こっちにね。で、8。ちょっとね、いいですね。スクイッド。いいじゃん。ハンサムに仕上がってきましたよ。アイブロウ。アイブロウ見えませんけどね。ああ。低い方がハンサムに見えますよね。スキュー、バランスですね。やっぱこの辺にしときましょう。デプス、やっぱこうやって発達してる方がいいよね。ノーズ、あと横から見よう。うん、ワイド。しまっ、うん、いいね。すっごいゴージャスだね。マウス。かっこいいじゃん。何笑ってんねんって言われそうだからね。この辺にしときますか。リップ。なるほどに。オッケー、これで。
九。いいね、かっこいいよね。名前がどうするか。これはいるんでね。ケン、メッ。これどう？エラー。How about this? No.これもな、うん、難しいね。ここまで結構イケメンさんにできたんだけどね。かっこいいじゃん。トカゲ最高。これで一応全種族作ったことになりますね。OK、いい感じね。あと名前ですね。候補がないんだよね。Ends with a letter. スペースで終わるな。あるでしょうか。特に意味はない。OK、じゃあこれでメイキングしまーす。さてさて、これでね、プリズンの一番奥から始まりますね。じゃん。じゃんじゃん、まあこれ操作方法で、じゃん、おう、裸ですね。おう、イエーガード。でこの辺のものね、拾えるんですよね。 Take it。 他はない。じゃあ行きましょう。お、チーズあるじゃん。 Take it。 Profit。 Talk to the profit。Hello? Slowly now. You've been through an ordeal. Take a few moments to collect yourself. What happened? Like you, I am a prisoner in this place. お前と一緒のプリズナーよ。Much more. I am the past and the future, both. なんかこの時間とかにとらわれてる感じなんですよね。過去も未来も両方、言うなれば両方みたいなね。もう希望のあれみたいなね。で、何を必ず俺を助けろよみたいな、ね、そうするとね、助けたことによって助かるみたいな感じのことね。リリス・タイトンボーン。リリス・タイトンボーン。まあ、とりあえずリリスさん探せよって言って、誰だよそれはみたいなね。で、おう、マイバディ。We are escaping. Let me open your door. Yeah.オープン。で、これ飛び出すということですね。で、シフトでスプリント。で、ちょっと速く走れまーす。で、一応ね、この辺ね、チェックしていきましょう。で、あと、この辺のメイデン系。メイデン系にもいろいろね、アイテムが入ってるんですよ。だから、この辺、オープン。で、R ボタンでロックピック回収ですね。こんな感じで。で、ここもね、チェック。回収。で、特にないかな。OK ね。セレクトでジャンプですね。チラチラチラ。頭の中にプロフィットさんの声が聞こえる。武器うんたらこうたらみたいな。行きますよ。ダッシュ。
それにしてもね、めっちゃ綺麗なんですよね。いい感じ。あとこのね、牢屋のね、ケージ。やっぱなんか入ってるからね、この辺も回収。エンプティ。エンプティ。ちょっと待って。ここは、やっぱ空いてるからエンプティね。サーチ。ノー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 。あと弾頭台のこの骨の頭のね、バスケット。ミミズやら芋虫やらね、いろいろ入ってます。多分これがね、今後ね、釣りとかそういうのに使えるんですよね。で、真ん中のここに武器があるんですけど、excuse me。よし、これですね、アイススタッフですね。とりあえず彼は操作らなんで、で、take it all。で、使ったらインベントリー開きましょう。で、E ボタンでイクエップ。だから E ボタンを押すとそのまま僕装備できるのかな。ここに合わせて E ボタン。OK。そんな感じで。で、あの左クリックでライトアタックで、右クリックでブロックで、左長めにホールドでハード攻撃。で、あのアドバンステクニック、右左両方押し。Got it。I got it。レンダレンダ。Yeah。Got it。で、これ。ソウル、ソウル。トゥハルメス。余計なものはいらない。余計なものはいらない。メイデン、オープン。イエー。Hello. 止まらず行けよ。What are you doing here? I'm escaping this place. But since I have been here for some time, the tall one asked me to help the newer prisoners find their way. Those who are captured will be flayed. Sadly, that will not be the half giant. Half giant. Liz Titanbomb. Half giant. 半巨人。だからあのファーストのキャラクターがなんかあのウッドエルフなんで、めちゃね、あのタイタンボーンの。タイタンボーンの腰骨ぐらいまでしかないんですよね。Yeah, thanks. で、なんかアイテム落としたね。7ゴール。めっちゃいいじゃん。で、チラチラチラと見てね、この辺にね。使った分だけあのスキルは上がっていくみたいですね。あとこの辺のアイテム回収しつつ、プルナーズ。あとね、フォールアウトみたいにやっぱ重量制限があるみたいなんで、その辺も気にかけつつね、なんか多分重量解放のクエストとか、ドラクエみたいにやっぱあったりするんでしょうね。わかんないけど。OK、どん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 行きましょう。あとここも回収ですね。いいで。とりあえずこの辺まではね、パッパッパッとね、他のキャラクターも一気にやっちゃったんで。いいね。はっ。オープンね。アーチャー。オーマイガシュ、オーマイガシュ。はぁ。ふぅ。レベルアップ C でキャラクターであのプラス E でコンティニューでマジかマジか。まあこの辺これなんでしょう。ノータイトルバックグラウンドシティズン。ああこれで能力値をねヘルス上げてもいいし、スタミナ上げてもいいし、今はね、保留にしときましょう。まだね、導入なんで、特にはね、決めてないんですよ。だから、とりあえず、ファーストのね、ウッドエルフでガン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 進めていきたいと思ってるんで、ただ、キャラクターエディットがしたかっただけみたいなね。
で、これですね。彼女、リリス・タイタンボン。Hello! You've got more meat on your bones than most of these poor bastards, and I see you've armed yourself. Good. Yes, who are you? A fellow prisoner. The name's Lyris. Lyris! 聞いたよ。What? Who told you to find me? ね、あの、オールドマンに聞いた。プロフェットね。よくわかんないこと言ってたよ。プロフェットっぽいね。Right. そういうことね。まだこのなんかもうちょっとのんびり歩いてると頭の中に直接声がね。Break him out, of course. Believe me. Yeah, I'll help you. These tunnels will eventually take us to the tower. ね、このクエストが完了しました。Towers of Ice に行きましょう。See ya. で、この辺もう回収ですね。Lockpick, yeah. で、いいね。雰囲気がめっちゃいいんですよ、このゲーム。で、And open. で、これでプリズンは終了ですね。で、この辺話す。The sentinels are at the top of those towers. We need to find a way up. What are these sentinels? Magical constructs created by Molag Bal to guide his vision in Cold Harbor. Mm-hmm. The sentinels are connected. If we destroy one, the others will be destroyed. だからDestroy one って言ってんで、何個かあるんですよ。そのどっちか壊せばね、いいよみたいなね。I have no idea. どうやって壊したらいいの？わかんない。We'll find a way. We have to. Be ready for anything.Yeah, let's go. はい、じゃあここまでがね、導入で、M ボタンね、マップ表示がね、で、そんな感じでこのキャラクターいい感じですよね。で、マップ開くと正面行ってすぐ左曲がったとこにどうやらなんか目的地があるみたいですね。で、あとこの辺の下のとこにはね、いろいろアイテムだとか雑魚敵だとかヘルメットだとかレグガードだとかいろいろあります。とりあえずこの辺ね、攻撃。えいや、いや、いや、そんな感じで今回はここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。次回から普通に進めていきますね。それにしてもトカゲだけどかっこいいよ。はい、お疲れ様でした。